高田ひかる選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、ガマゴーリー、はい、睡眠、相性とか、どうですか？好きです。はい。で昨日、好成績、はい、ピンピンだったんですけど、はい、船足は？は、まあ、私がこういう成績を取れるので、船足はすごいいいです。スタートの見え方はどうですか？はい、スタートは、エンジンがスタートしやすいのでいいと思います。見え方も、はい、しっかりしてます。これから何か作業とかありますか？はい、まあ、気温とか乗ってみての回転に合わせて微調整していきたいなと思ってます。ちなみに昼間と夜、はい、なんか違いはありますか？まあ、どっちもいいんですけど、夜の方がターン周りがしっかりしてるのかなっていう風に感じます。でもお昼は力強さとかもあるのでどっちもいいと思います。ちなみに趣味とかありますか？趣味は、犬と遊ぶことです。犬、はい。ちなみに 何犬ですか？今飼ってるのはミックスの子なんですけど、マルチーズとペキニーズのミックスの子を飼っています。あと、あやさんとかもなんか犬好きですよね。そうですね、はい。あやさんとかもすごい動物とかが好きなので、そういう話を一緒にさせてもらったりします。ちなみに名前とかは？はシャクって言います。はい、はい、ちょっとしゃくれてるのでシャクって言います。しゃくれをすごいかっこよく言ってる。ちょっとまあかっこいい。はい、ありがとうございます。でちょっと特技ちょっと見させてもらったんですけど、はい、資料を、はい、どこでもすぐ寝られるって書いてあるんですけど、はい、今までで一番すげえとこで寝たなとかって、すげえとこで寝たな、いやもう基本今寝てください言われても寝れるぐらいなんですけど立ちながら寝れます？あ、寝れます。へー。すごいとこで寝たのは、あとパチンコが好きなんですけど、パチンコ屋さんの中で打ちながら寝てしまったり。すごい、こいつもやるんだ。俺もや、寝る？徹夜明けとかで行くとすごい寝ちゃう、はい、寝てしまいます。スロット打ちながらとかも寝たりしてしまうので。お酒とか飲んでて寝ちゃったみたいな、はい、お酒は飲めないです。はい、お酒は飲まないです、一滴も。好きな食べ物にアイスクリーム、ソフトクリーム、卵かけご飯ってあるんですよ。はい、でアイスクリームとソフトクリームの違いを教えてください。アイスクリームとソフトクリームの違いは、ソフトクリームは機械で出てくるやつです。なんていうんですかね、アイスクリームはちょっと硬いじゃないですか。ソフトクリームのほらソフトってつくだけやっぱソフトなので、はい、はい、違い難しいですね。なんでそんなこと書いたんですかね。さっきとなんか一緒なんじゃねえかみたいな。なんか自分の中で違いがあるんですね。はい、あ、今日はソフトクリーム食べたい気分やなってなったら、ちょっとドライブしてパーキングエリアの、パーキングエリア、サービスエリアの、サービスエリアのソフトクリームを食べに行ったりします。なんか美味しいところあります？美味しいところ、いやでも私あんまり舌が肥えてないもんであんま分かんないんですよね。はい、カラオケ屋さんのソフトクリームが一番美味しいと思います。美味しいですよね。ちなみに何歌われますか、カラオケ？まあ、テレサテンとか長渕剛が多いです。古い。ちょっと今歌ってもらっていいですか？歌いますか？時の流れに見覚えて。ほんまですかこれ？ほんまです。時の流れに身を任せ。うまいじゃない？これだけで OK ですか？最後にファンの皆さんに一言お願いします。はい、時の流れに身を任せて一生懸命コンセプト頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。